伊原ゴロベイ聖徳比。伊原ゴロベイは、長野県飯田市出身の実業家、鉄道経営者。衆議院議員。伊奈電気鉄道株式会社専務取締役を、務めた後、1928年4月1日に、地区電気鉄道社長に就任し、1932年には、社名を、松本電気鉄道に変更、バス事業を拡大しつつ、電車の運行と調和させ、 折からの不強化での事業経営に当たった。陽名は、常時、1906年に九代目頃ロベを襲名した。1880年10月8日、長野県、下稲郡飯田町番省庁の湿気店大宮の伊原頃ロベ志野の三男として生まれる、長男は養成した。1894年4月に、県立下稲中学飯田志向に入学、後に、 松本中学校に転じて2年間学んだ。1899年3月に松本中学校を卒業し、9月に一校へ入学。東京帝国大学仏法科在学中二次系が戦死したため、1906年に帝大を卒業した後は家督を継ぐために飯田に帰る。一方、常時の父である八代目、伊原五郎兵を中心とする上稲軍、下稲軍の勇士は、 上稲郡稲グ村タツノから飯田町に至る電車鉄道の設立を1894年に計画した。翌年2月にタツノ、飯田間の電車鉄道不設請願書を内務大臣に提出した。ところが、鉄道不設の着工を前にした1906年3月、父ゴロベイが急病で死亡したため、常時は家業だけでなく、 稲電車軌道の建設も継ぐことになった。常時は、ゴロベイの名を襲名して9代目の伊原ゴロベイを名乗り、稲谷に電車を走らせるために奔走した。1907年9月、稲電車軌道株式会社が設立され、社長には辻真次が就任した。第一期戦として、立野稲長官の路線実測と発電所の測量を行い、翌1908年に用地買収と、 軌道工事を始める。1909年12月28日、辰野稲松島間が開通し、長野県発の電車が開通した。1923年8月に飯田まで開通させ、辰野天竜教官が全通したのは1927年12月だった。ゴロベは太平洋側にまで鉄道を延伸させること、太平洋側までの延伸を実現させるために九百十五年の 第12回衆議院議員総選挙に立候補したが、落選、1928年の第1回普通選挙で当選したが、正解は水に合わず一気で引退した。1928年4月1日、ゴロベイは、筑区電気鉄道の創立者、上条真信の後を継いで2代目の社長に就任した。この頃から、あずさ川流域において相次いだ。 水路式発電所がすべて完成しそのための運送がなくなり、増えていたバス事業との競合、さらには大恐慌の影響で荷物輸送が激減し、利用客も減っていた。1928年11月の決算は大幅な赤字であった。経営基盤強化のために、1934年3月には資本金150万円だったものを50万円、減資して100万円にした。 これらのことに不満を持った株主により1935年5月の第三塾改定時株主総会は大紛糾し、ゴロベイラの取締役の職務執行停止の仮処分が松本地方裁判所に申請される事態が生じた。1932年には不況克服のため新規一点を図り、筑区電気鉄道株式会社の称号を松本電気鉄道株式会社に改めた。 また、ゴロベイは、これから、観光バスを含めて、バスの時代が到来すると主張しており、松本地方の中このり合い自動車会社の買収を行い、バス事業の強化に励んだ。1935年7月には初めて、乗り合い自動車を上高地に乗り入れさせることに成功した。この後、日中戦争、ンハン事件などが始まると、ガソリン三割強制節約、ガソリン、 重油購入の切符制度実施、石油配給統制規則法などが導入されて、バス燃料に制約が加わり、さらに戦時体制が深まると自動車、燃料の両面から乗り合い自動車運行に支障をきたす状況が深刻になった。また男子乗務員多数が徴兵されたため、1943年には電車浅間線に初めて女子乗務員が乗るようになった。 このような状況下の1944年7月、監督官庁であった運輸通信省が松本電気鉄道を臨時監査し、車両の改造やプラットフォームの改善などについての手続き不備を理由に、井原社長を解任する事態になった。公認には1937年から取締役を務めていた桃瀬蔵六が就任した。ゴロベイは、 折からの配線前後の食料難に、稲谷でもっと米が取れるようにと諏訪湖から稲谷に、用水を取る竜西一貫水路の建設に尽力し、最後まで地域社会の奉仕に努めた。地域の人々により、1952年1月に、伊原ゴロベイ聖徳碑が、飯田駅前に建てられた。その3ヶ月後の4月3日、9代目、伊原ゴロベは72歳で逝去した。 ありがとうございます。